さんこんにちは。暮らしの花文化、今日はクリスマスリース。なぜこのクリスマスリースはこう描いているのか、丸になっているのか、そんなお話をしていきましょう。もともと花輪を意味する英語のリースという言葉、古い英語で曲げる、曲がったものを意味するリースという言葉に由来しているそうです。ギリシャ語で花輪のことをステファーニと言い、これは頭にかぶる冠を意味するステファノスという言葉に由来しています。古代ローマでも花輪は冠を意味するコロナに基づきコローラと呼ばれました。つまり古代ヨーロッパにおいてリースは頭にかぶるために輪の形をしているという側面があったのです。それと同時にリースの形である円は古来循環や永遠あるいは完璧を意味し、花輪は頭にかぶるだけのものではなく永遠の繁栄を意味する語符として様々な場面で用いられます。ローマ人がリースを主に体に装着して利用していたのに対し、北方のゲルマン系の人々はリースを柱に結びつけたり壁に飾ったりすることで繁栄を祈願しました。クリスマスリースはヨーロッパの北方民族の樹木に大自然の神秘の力が宿るとする樹木信仰と、縁の持つ永遠の繁栄という意味合いが一つとなり、そのイメージがキリスト教徒の間で浸透することで発達しました。ですからクリスマスリースは生命力豊かな常緑樹で作られることが多く、その形状はしっかりと円を描いているのです。永遠の繁栄を象徴するクリスマスリースで、今年もハッピーなクリスマスを。